どうもおはようございます、ガクチャンネルのガクです。今ね、奈良からちょっと京都に、入ったところへん、青果町というところのコンビニなんですけど、今からね、ツーリング兼、道の駅ツーリング兼、キャンプというところでね、滋賀県、の方まで、行きたいと思います。今日はね、晴天です。装備的にはね、こんな感じの装備になってます。こんな感じですね。結構このバッグ、今回ね、買いました。また使い心地があってよかったらねご紹介しようと思うんですけど、もうメジャーなやつですね。デイトナのヘンリービギンズのでっかいやつです。一番でっかいやつだと思います。一番だと思います多分でこれね、保冷バッグと、あとファニアで、装備ということで、いきます。で、一応マイクの方もねちょっと変えました。ソニーの安いやつなんですけど、そんなに高くないやつなんですけど、マイクもちょっと変えてみました。はい。とりあえずもうね、今から行こうと思います。今ねちょうど7時過ぎです。今ご飯食べたとこです。ではでは行ってこようと思います。はい。じゃあね行こうと思います。今ね、京都のこのさっき言ってた青果町っていうとこなんですけど、今日は琵琶湖のね、この西岸をずっと上がっていこうと思います。まず目標はこの琵琶湖大橋米プラザかな、ここに行こうと思います。で、今日はね、このナビを使っていきます。スマホのナビを使ってもいいんですけど、やっぱりこう、どうなのかな、やっぱりショックでね、カメラのセンサーがいかれてしまうっていうのが結構あるみたいなんで、で、僕、スマホホルダーはね、ピークデザインのやつを、キックスターターでバックして、それ待ってるんでね、ちょっともう買い替えずにずっといてるんですけど、ちょっと長距離行くときはね、このナビを使ってあげようと思ってね、やってます。はい。500はちょっとでかいな。ね、じゃあ、行こうと思います。今シールドね、開けてるんですけどね。どうでしょう、音声は。今シールド閉めました。マイクテストちょっとはしたんですけどね、感じ的には、前の使ってたやつ、前のやつはね、タスカムの、レコーダーにセットになってたマイクなんですけど、こっちの方がね、なんかこう、自然に撮れてる感じがしました。音はね、なんかもうこっちの方は3000くらいのマイクだったと思うんですけど、Amazon でそこそこ評判も良かったですし、専用のモフモフじゃないですね、スポンジみたいなやつがマイクのところについてて、いい感じかなと思ってね、買ってみました。まだ7時台なんでね、道はそこ高速は空いてるんじゃないかなと思います。今日は天気もいいのでね、暑くなりそうな感じなんですけれども、熱中症には気をつけながら行きたいと思います。水分補給してね。はい。これまっすぐでいい、まっすぐかな。で、またね、この前ご紹介したフロントスプロケットの方ね、僕は16丁まで上げちゃいました。今まだね、帰って、通勤何回かと、今日コンビニまで走っただけっていう感じなんですけど、今日ねコンビニまで荷物結構乗せた状態で走ってても、あんまり違和感ないですね。細かい話はねまた別の動画で上げたいなと思います。いい感じですよ。これ好みにもよると思うんですけどね、かなりね。
だ荷物を乗せた状態で16丁までスプロケットを上げてしまっても、なんていうかちょっと乗れないバイクになるというわけではないですね。まあ坂道とかがちょっとしんどいかもしれないですね、荷物乗せた状態だと。はい、ということで、まあ今日はね、滋賀県の最終目的地は牧野高原キャンプ場っていうとこね、まで行きます。だから琵琶湖の西岸をねずっと上がっていく感じになります。で前にね滋賀県琵琶湖方面行った時は本当大雨でね、昼から上がるっていう予報をまあ頼りにっていうか早く上がってくれることを期待して、行ってたんですけど、全然ダメでしたね。むしろかなりひどかったいやーほんとね、雨の日は行くもんじゃないですね。まあ今日はね天気も良くて、まだ梅雨の間なんでね、なんか天気の急変みたいなのはあるかもわからないんですけど、まあ基本的に予報の方はまあ晴れか曇りみたいな感じなんで、まあ大丈夫かなっていうことで、出発してます。で現地でねちょっと知り合いの人と一緒にキャンプをすることになってます。お互い一人でねソロキャンプっていうことで、まあ別々に行って現地でまあ別々に当然テントも張って用意もするんですけど、まあ会ってちょっと話しましょうかみたいな感じになってます。はい、ということでね、とりあえず道の駅をね何軒か回って行こうと思うんですけど、今日は時間的な余裕はねかなりあると思うんで、一応キャンプ場自体は12時チェックイン、12時以降でチェックインなんで、まあ午前中の間に道の駅を4カ所かなくらい回って、それからまあスーパーかなんかね、地元のスーパーにでも行って食材をちょっと買い足して、現地キャンプ場の方に向かえばいいかなというふうに思ってます。はい、まあ、とりあえず事故のないようにね、まあゆっくりゆっくりまあ行けばいいかなと思ってます。はい、ということで、まあとりあえず、まあ、出発しましたということで、また道の駅に、ね、近づいたり何か、映したいなというものあればね撮っていこうと思います。ではでは、はい、どうも。今京都八幡の方に入ってきて、今からね、なんかごちゃごちゃした道を通ってきましたけど、もうナビ通り来てます。でこれで1号線に入るのかな。もう今日はおとなしくもうねナビ通り、行きたいなと思っています。でちょっとねこうピー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 音鳴ってますけど、ウインカーね、つけた時に音が鳴るやつをねちょっとつけてみました。ちょっとねブザー音なんでかっこ悪いなと思いながら、でもねやっぱりこう自転車とか特にこう左折する時とかに音で気がついてくれるんで、安全性はかなり高くなったと思いますね。かっこ悪いですけど実用的なアイテムだなと思いました。まあ音量もねちょっと調整できるんですけど、音量のこうねなんていうかなネジっていうか調節するやつをね、あ、まずつけてるのはこれね、これ、うん、まあ簡単なブザーです。本当にね自分で作ろうかなと思ったくらいで買うのはもったいないなと思って、でもまあなんかブザー買いに行ったりするのも別々に買ってなんかするのもめんどくさいなと思って買っちゃいましたけどね。でまあ、ボリュームのつまみをいじるとね、ちょっと小さくしすぎると多分
あのもうなんていうかな、動作が不安定になったりとか、ウインカー自体がちょっとつかなくなったりとかするんで、やっぱ音量の調節はね、あんまりちっちゃくしすぎるっていうことはちょっとできないかもしれないですね。スポンジとかで塞い、もう本当に嫌だったらスポンジとかでちょっと調整するくらいです。前を塞いでね、大きくする分には最大まで大きくしたらね、結構ね大きい音が鳴ってました。ただまあなんていうかな、警告音っていうか周囲に対する警告音としてはまあいいんじゃないかなと思いました。今僕の設定でだいたい真ん中くらいの設定になっているので、それでもね、こうヘルメット内のマイクにちゃんと音が多分入ってんじゃないかな、入るくらいの音量になってます。インカムで音楽ねかけてたらちょっと気づかないことも当然ねありますけど、はい、まあなんていうかな、やっぱりつけてまあ良かったのかな、ちょっと微妙なとこもありますけど、安全機能としては良かったなと思ってます。はい、他はねなんかつけ、あそうそうそう、デイトナのねこの USB のやつも付け替えましたよ。で中華製の USB のやつね、余ってたらこっちにね空気入れとか電動ポンプみたいなやつとか、バッテリーがおかしくなった時に、なんだなんだ、また言葉が出てこへん、まあバッテリーのとこにねつないでエンジンかけれるっていうやつね、ジャンプスターターねが入ってるんですけど、まあこっちの方にね配線持ってて、まあ、常にねそこで充電さしとくみたいな、いざ使う時に電池がないなんていうことはないようにね、そんな感じでやってもいいのかなと思ったりしてます。常に電源供給してるっていうのもなんかちょっとどうなのかなと思ったりね、充電しっぱなっていうのもね、だけどなんかね結局そういうアイテムってなんかいざ使うっていう時に電池がないっていうのが一番最悪のパターンですからね、まあ、それ考えるとバッテリーちょっと傷むのは承知の上っていうか、ある程度覚悟しながらもう常に給電しとくみたいな感じでもいいのかなというふうにも思っています。まあ何ですかね、トラックの後ろ嫌だなジャンプスターターなんかはね、ほんと使う機会が今まで僕もね1回使ったのかな、くらいです。だからそこまで使う頻度が多いものではなくて、で Amazon のねコメント欄とかをちょっと買う前に見てた時に、結構自然放電しちゃうよっていう風なことを書いてたので、まあ定期的に僕は充電するようにはしてるんですけど、ちょっとそういう心配がね、あります。なので、まあ、暑いな。なので、もしあれだったらね、もうずっと充電しとくパターンでもいい、まあ、どっちか余ったんでね。こっちはもう簡単な着るもんくらいしか入ってないんですけど、着るもんじゃないな。なんか、タオルとか、なんか、しょうもないもんですね。うん、はい。そうそう、この鈴木のエンブレムはね、取れるんですよね。ちょっともう一回ちゃんと脱脂して貼り直そう。 V ストロームね基本的に乗りやすくてね、僕はね荷物も、今回荷物初めてキャンプですからね、乗せましたけど、かなり積載力もあるし、僕には合ってるバイクかなと思いました。なんかごちゃごちゃいろいろつけてもなんかおかしくないし、うん、まあ、正直デザインとか、デザインはねV ストアに限ってはすごい好きなんですよ。 V ストアね気に入って、デザインも気に入って買ったんで、だけどどっち、もともとどっちが好きだって言ったらスポーツバイクの方が好きなんですよね。デザインっていうか、まあ、かっこいいなって昔からそっちにが好きだったんで。だけどなんていうかな、キャンプとかなんかそんなん行きたいなとか思ってくると、ちょっとなやっぱり カウルついてるね、フルカウルのバイクに、まあ、行けないことはないし、行ってる人もいてますけど、
やっぱりね、なんか無料で積んでる感がありますよね、やっぱりね。だから、行こうか。最近この黄色で止まるっていうのがね、僕もう怖くなっちゃってね、後ろちらっとミラー見てね、いてたらね、もうちょっと行っちゃおうってなっちゃってますね。前に追突されてからの恐怖症が抜けきってないというか、いつかなんか黄色で行ってなんか捕まりそうな感じですごい怖いんですけど、そっちの方が。はい、もうね、何の話や。はい、まあそんな感じでね。お、これはまっすぐか。ずっとまっすぐですね。大丈夫か。これ今どっちかというと方向的には東向いてね行ってるんで、まあいいのか。でもちょっと大阪寄りに降ってたはずなんですよね、最初ルート的には。じゃあちょっと西向いて北西くらいに上がっていって、そっから今東の方にちょっと降ってる感じですね。はい、ということで何の話してたんだけど、ブーストかね。だから僕には合ってるバイクだなと思ってます、本当にね。まあそれは正直パワーがもうちょっと欲しいなっていうのはありますけど、どうなのかな。やっぱり維持費とか考えたりとか、僕の場合はやっぱり通勤に乗ってるんで、すごい距離走るんでね、これ。そこら辺考えると、やっぱり、まあ、2班でいいのかなっていうね、感じがしてます。暑いな。ヘルメットかぶりながら喋ると暑い。はい、だから僕ちょっと心配してたのは、この前ね、フロントスプローケット16丁に上げてキャンプ行こうとはもう計画は寝てたんで、重たい荷物積んだ時にどうなのかなって、ちょっと発信がかなりしんどくなるかなというのを危惧してたんですけど、そんなこともなかったですね。16丁に帰って僕が荷物何もつけてない状、積んでない状態、まあ、パニアはね、いつも僕つけてますけど、フルパニア状態で、その状態とあまり変わらないっていう感じですね。だからそういう意味ではね、良かったなぁと思ってます。っていうか、ちょっとこのトラックの後ろ嫌だな、前が全然見えないから。ここの大きな交差点越えたらね、これトラックの前は見てるのかな。ちょっとトラックだけ追い越しましょうか。あ、トラックの前全然いてない、いてないパターンですね。まだ当分まっすぐみたいですね。あー、気持ちのいい天気ですね。この前の大雨の時とは全然気分が違いますよね。前は本当に修行っていう感じで、本当にね、なかなか、もう最初出るときはやっぱりそれなりに気分も高揚してたんですけど、だんだんと、もう雨にね、だんだんとやられていきますよね、あんだけ強く降られるとね。2.5 キロ右ってなってますけど、右曲がるのかな、どうなってんのかな。あれちょっと待って、僕さっき東向いて行ってるって言ってるけど違うな、これ北向いて行ってねえな。京都に入りました。あれ、僕方向感覚がおかしくなってた、北向いて行ってた。なんか一回大阪の方を降ってから、なんかぐねぐねぐねと住宅街じゃないな、なんかちょっとね、幹線じゃないところをね、走って、そんなん行ってる間に多分方向がおかしくなっちゃったんですね。北
下向きですねこれね。さあもうそろそろ右に曲がるので、右折レーンに行っときたいところですね。ちょっと行ってきましょうか。入れてくださいね。今日もね高速を使わずに一般道をずっと走っていきます。ここがこれ木津川でしょうかね。木津川ですね多分。なんか向こうの方すごい雲が、カメラでは見えてるのかな。そこそこ雲がありそうな感じですけど大丈夫かな。滋賀方面です向こう。今日は一般道ですね。今日もね、なんか高速使ってもいいんですけど、そんな別にね急いで行くわけでもないし、道の駅に寄ろうと思うと結構ちょこ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 ね、そんな高速降りたりしてっていうの無理やし、なんか最初の琵琶湖大橋っていうとこも行くまでもう高速乗ろうと思えば乗れるんですけど、なんかちょっと遠回りみたいな感じになったりするんで嫌だなと思って、結局ここやな、ここ曲がるのか。ここを曲がってどう行くのかな。ここはちょっと走ったことあるかな。でも全然土地感がないから。はい。まあとりあえずね、また何かあれば撮っていきます。とりあえずそんな感じです。ではでは。はいどうも。現在ね山科区の方に入ってきてますね。京都市ね。はい。でそこからね。次またもうちょっと行ったら右折をして滋賀県の方ね、北東の方面に向かって行きます。はい、まあずっと走ってきてますけど、まあ信号がほどほどあるような幹線ばっかりですけどね、荷物乗せて走っててもっとね、なんかこんなにいっぱい荷物乗せるの僕初めてなんで、乗り心地とか変わるかなと思ったんですけど、なんていうかな、まあちょっとあんまりバンクさせずに走ってる、まあ、気をつけながら走ってるわけなんですけど、思ったよりそこまでなんかこうなんていうかな、ふらついたりとか、そういうのは感じないですね。まあ、もともといっぱいなんかフルパニア状態、エンジンガードつけてみたいな状態でもう日々、乗ってますんで、まあパニアも外せばいいんですけどね、サイドパニアとかも。でもなんかあったら工具とか入れてしまって、まあ一応もうなんか常備しといた方が便利だなっていうのと、でまああと運転の練習にもなるかなと思ってね、パニアついた状態のこの車幅とか、まあいろんな状態をね、勉強できるかなとも思って、もうそのままフルパニア状態で走ってますけど、その状態からするとねあんまりね変わらないですね。大きな変わりはないっていう感じがします。走ってて荷物はまたねご紹介しようと思いますけど、かなりねしんどいっていうか量がいっぱいになってます。これここでいいんかな、右折、これ並んでんのかな、まあ、キャンプでね、ソロキャンプ、バイクキャンプで減らそうとは思って頑張ってみたんですけどね、やっぱり最低限、まあ、キャンプ目的で行くのでちょっと楽しみたいなと思ったらね、ちょっとやっぱり荷物が増えてきますね。はい、まあとりあえず、そこからまた1号線なのかな、うん、右折して北上していきたいと思います。
はい、現在まだ京都を走っております。今8時半前なんですけど、もうすでに1号線が大渋滞で、結構ね渋滞にはまってしまいました。もう京都ね、なんか僕のイメージでは京都ってどこも道混んでるイメージがあるんですよね。京都正直あんまり来たくない道が混んでる、なんて言うか、あんまりスーッと走れたことがないですよね。しまったな、ちょっと遠回りでも山ね、山走ってくればよかったなと思ってね。いつも滋賀の琵琶湖の方行くときは、前道の駅行ったときも山ずっと走って行ってましたけど、奈良からそのままどっちかというと北東、ちょっと北東気味に上がっていく感じになるんですよね。で今回ナビのルートでは琵琶湖の西側に行くので、大阪の方にちょっと向かって、大阪かすめて京都で滋賀に入っていくルートを設定、されてます。なのでちょっとね、どっちかというと交通量が多い、方の道を、まあ、走らされているという状況に、なっています。今やっとね、スッと抜けて、これ多分琵琶湖の西側をずっと走っていく、なんか無料の高速道路的なやつだと思うんですね、自動車専用道路、それをに入ってかなり楽になりました。はい、ということで多分ね、ここで渋滞っていうのは多分あんまりないと思うんですよ。僕もあんまりこっち走ったことないからよくわからないけど、まあ、とりあえずぼちぼち行こうと思います。どっちでしょうね、今8時半で一応道の駅が9時開店なんですよね。でいろいろネットの情報を見てると、9時開店してからじゃないと反抗せないみたいなんで、とりあえずもうちょっと走っていこうと思います。ではでは。はい、どうも。もうそろそろね降りるみたいですね。大戸温泉の次くらいかな。あら、今んとこやったんかな、このナビ。なんかちょっと、ああ今んとこやったな。次で降りて、まあ、引き返してきてもいいし、ちょっと間違えたな、今んとこかなとも思ったんやけどまあいいや。時間は結構ね、やっぱりこの、自動車専用道路乗ってからはね、スムーズにこの下の道に入らないとダメだったんですね。スムーズに来てるんでね。最近でもこんなとこでなんかこう U ターンかまそうとして事故ったとか結構話聞きますよね。どういうことなんでしょうね。あれなんか本当にちょっと前ニュースなんて言った、高速道路の2車線の片側2車線のね、高速道路でトンネル入る前でいきなり左車線走ってたらプリウスかなんかが U ターンかまそうとして右へ振ってきて、だから追い越し車線っていうか、ね、右側の車線走ってた車がこうぶつかっちゃってね、まあ、右側走ってた車にしたらいきなり前目の前に角できるような感じでね。で、まあ、記事を見てたらやっぱりどっちも走行中だから、過失割合が出るとかね、で100ゼロにはならないっていう風な、記事が載ってました。ちょっとねそれもいかがなのかなっていうね、それ100ゼロでしょって思うんですけど、保険会社の過失割合っていうのもね、どうなってるんでしょうね一体ね。あれも裁判の事例とかを元に多分保険会社同士で話し合ってる過失割合出してるんだと思うんですけどね。だけどちょっとね、なんかおかしい気がしますよね。裁判の判例っていうのも一体いつの裁判の判例なんでしょうね。もうちょっとなんかね、なんかこう
普通の常識的なものとかけ離れてる感じもしないではないですけどね、そういうのね。はい、で一応ナビがリルートかけてくれて、次のとこかなで降りるような案内をしてるんですよ。全然それでも直角に曲がっていくような感じだから十分近いと思うんですけどね。なんかあれですね、あの おかしいっていうか、もうちょっとあのなんかそっちの方が斜めに行って速いルートとかあったんかも分かんないですね。ということで、まあもうちょっとかな、頑張って走っていこうと思います。ではでは、はい、どうも。さらに道を間違えてもう一個降りるのをね、間違えてね、でも次のとこだったらこの妹子の里っていうね道の駅、ここに先にこれまたね後で来る予定だったんですけど、それを先にもう来ることになりました、そこに案内が出てるんでね、さっき見えてたとこだと思うんですけど、でっかい看板出てたんで、妹子の里よいしょ。あ、やっぱり止まった時にちょっとやっぱりバイク斜めにしてた重さ感じるな。後ろの荷物大概の重さでしたからね。僕もそのデイトナのやつね、カバン新しく買いましたけど、パンパンに入れちゃったんでね、あの拡張機能みたいなのがあって、それで、あれ、どこかわからんかった一瞬。トラックが入っていこうとしてたから、なんか工事の入り口かなと思って。これなんか新しいですね。第一駐車場。バイク向こうですね。よいしょ。はい、妹子の里到着、あの予定してたのと違うけどはい、じゃあちょっとハンコさ押してきます。はい、じゃあね行こうと思いますけど、あ、鍵抜いたかな。はい、刺さってる。よいしょ、荷物ごちゃごちゃやってて、とりあえずスタンプラリー、これまだ時間がね8時45分ということで、ちょっと空いてんのかな、多分ねこういう情報センター的なところに、すいません多分こういう情報センター的なところにあるかな、これ、あったよかった。早くから空いてるんですね。滋賀県、たまだ8時、9時前なんでね、よかったです。よいしょ。はい、 OK。とりあえずね、まあもうなんかこう人が、コンビニがあるんですね。レストランとかは多分まだ開いてないのかな。なんかそこそこ、車が開いてますね。まあとりあえず次どんどん行こうと思います。